も国内コンチネンタルチーム最後の登場となります。ご登場いただきますのはチーム日本デローザの皆さんです。 Ladies and gentlemen from Japan チーム日本デローザベースワーケン株式会社ニッポン、なんか出てきた。メインスポンサーを務めるコンチネンタルチーム、今年はサブスポンサーとしてデローザが名を連ねています。多国籍の外国人選手が在籍する強豪チーム、ジャパンカップへの出場選考では圧倒的な強さで出場権を勝ち取りました。今回は福島真一選手、ジュリアン・アレドント選手、中根秀人選手、石橋学選手、内間航平選手にご登場いただいております。そして監督は橋川健監督になるんですね。本来ダイモンが監督なんですけど、はい、なんかちょっと忙しいからお腹が痛くなっちゃいました。はい、ちょっとトイレに今、はい、お腹が痛い、はい、ダイモンさん、はい、いつか来てくださいね。はい、ということで、ここにいらっしゃるゆるキャラは、はい、ミッチーくんです。ミッチーくん、はい、ミッチーくん、ニッポコーポレーションの道を作るミッチーくん、確かそうだったと思います。合ってるのかな。さっきハッピーの方がいたんですが、ミッチーくんで合ってる。ミッチーくん、あ、合ってるみたいです。はい、ミッチー君も応援してくれるということです。さあ、チームネッポデローザ、日本を代表するより強豪チームの一つですが、そうですね、まあ、本当にイタリアで、走ってるっていうのが、やはり効いてますよね。そうですね、しっかりとこれ修行の場のような感じがしますけれども、でも上位の成績も出てる。で、アレドンドはもう抜群の強さをね、そうですね、発揮してますね。ランカウで総合優勝したり、はいはい、まあ、本当にアジアの最強チームと言っても過言じゃない、そういうチームですよね。そうですね、今お話があったジュリアン・アレドント選手は、ツールドランク非常にランクの高いレースになりますが、第5ステージで優勝し総合優勝も飾っています。また国内のレースでもツアーオブジャパン、山のステージなどでも強さを見せていますし、ツールドクマドでは総合優勝を飾っています。さあ、ここで、お話をお伺いしていきたいんですが、やはり日本人として気になるのは中央にいらっしゃるお兄ちゃんこと福島真一選手、今季限りの引退を表明されましたが、ちょっとじゃあマイクを渡していただきましょうか。なんか寂しい感じがするんですよね、僕らとしては ね、 本当に。あ、42歳まで頑張って、はい、ね、本当もともと強かったツアーブジャパン、ね、優勝して2004年ですが、少し、ね、ちょっと落ち着いたところもがありながら、でも近年めちゃくちゃ強いじゃないですか。強いです。フレッシュな感じの強さがありますよね。今年、さっきお話があった全日本選手権、非常に厳しいサバイバルレースになったんですが、はい、福島選手堂々の5位、はい、あ、素晴らしい、ね、どこからそんな力が湧くのかなと思ってしまうんですけれども、今季もそんな形でトップ選手としての素晴らしい走りを見せてくれたんですが、いよいよ最後のシーズン、これは前々から決めていたことだったんですか。そうですね、毎年引退することは念頭に置きながら走ってきたんですけれども、今までやっぱり走るのが好きなんで、はい、続けてこれまして、あとは皆さんの声援でがですね、はい、すごい力になってまして、特に40代のですね、僕と同世代の選手とかですね、ファンの方がですね、もう来年も走ってください、来年も走ってくださいって言われて、こう僕はもう彼らがですね、生きる望みを失わないかっていうのがすごい心配なんですよ。はい、なんですけど、本当にそうですよ。はい、いや、本当にね、40代の星とかね、言われていましたからね。いや、まさにその通りですよね。はい、生きる望みを失うには早すぎますよね。すいません、失礼いたしました。選手としての、はい、でも、これからの僕のですね、生き方にもですね、また注目していただいてと、でもまずは明日のレースで頑張りますね。はい、最後の年となります今年のジャパンカップですが、あさってはどんな形で走りたいですか。それは内緒ですね。最後の最後まで言わなくても分かってるかもしれませんけど、はい、とにかくですね、もう、はい、燃えかすを残さないようにしっかりと完全燃焼したいと思います。はい、はい、もう皆さんもぜひね、しっかりと全力で福島真一選手を応援してください。どうしましょう、ここで中学選手としましては、さっき報道をご紹介しましたアレドンド選手になるわけですが、言葉はスペイン語になります。通訳、イタリア語いけます。じゃあ、どなたか通訳できますか。イタリア語通訳できる人、昨年4位ということで、はい、今年は
表彰台のてっぺんをという気持ちもあると思います。今年の抱負をお聞かせください。Ci abbiamo preparato bene, speriamo di andare alla corsa e veniamo per vincere. そうです。まあこのレースに向けての準備はしっかりしてきたんで、まあそのレースを走ってからまず見ていこうと思うとのことで、まあ彼の目標はやっぱり優勝ということでした。そうですね。間違いなく強豪選手の一人と言えると思います。そうですね。去年も優勝仕掛けましたからね。逃げた瞬間にもしかしていけちゃうんじゃないかっていう状態になりましたから、可能性大いにありです。そうですね。今年も期待したいと思います。また内間航平選手も鶴戸北海道第3ステージ2位に入られましたし、中根秀人選手は昨年山岳賞を2回獲得されています。今年もぜひチームで一丸となって素晴らしい走りを見せてください。チームニッポデローザの皆さんでした。それではこのセッションに、あ、またあります、一言おしゃべりたい、もう一言ですね、チームの方からちょっと皆さんにプレゼントということで、またボトルと、チームのサコッシュ、オリジナルサコッシュの方をプレゼントさせていただきます。ポケットに何か入ってますか？はい、じゃあ投げさせていただきます。ぜひね、ラッキーな方は最初に行かないように。おー、嬉しいですね、これはね。おー、遠くまでボトルが行きました。はい、ありがとうございます。受け取った人たちしっかり応援してくださいね。じゃあ中央に寄ってください。フォトセッションとさせていただきます。ね、中根選手は親子2代での選手ですよね。もう本当に大活躍の成長著しいチームですね。はい、いやでも寂しいですね、お兄ちゃん最後のレースはね。そうなんですよ、真っ白になるまでね、本当に頑張り抜いてフィニッシュしてほしいなと思います。はい、また私たちを憧れさせていただけたらと思います。じゃあ1枚だけちょっとこちら時間終わってるんですが、こちら側顔振ってあげてください。右側、はい、ありがとうございました。チームニッポデローザの皆さんでした。さあ明日は渾身の走りを見せてくれることと思います。まあ、お兄ちゃんを応援する声がいっぱいになりそうですね。そうですね、うん、本当に僕自身もね、応援したいなというふうに思いますけれど、彼の思いをね、本当にそうですね、忘れないようにしたいなと。はい、頑張っていただきたいと思います。